じゃーん、鬼滅は10個買います。いいの4個いいの22ね、22。はい、じゃあ帰ってから開封します。え、これもですか。多分鬼滅だけかも。できたら紹介します。はい、ティミちゃん、ティミちゃんはいいの。ポケモンアジオ、ポケモン、ポケモン。このポケモンの名前、あーこれね、あ、でも欲しいか。あれ、ヒバニーってこのだったっけ。これ進化版なんだよね。進化めっちゃあるね、ここね。進化じゃないってやつ、なんだっけ。配給好きな人はスタンプあります。フィギュアに急にポケモン変わりすぎてつまんなくなってきた。みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はあのフィギュアに行ったらですね、こちらの鬼滅のねシールがね売ってたんですよ。はい、でね、100円で売ってたんですね。なので今回はね、この鬼滅のシールをね10個買ってきました。なのでね、こちらを紹介していきたいと思います。なんかセリアっていつもなんかあるんだよね。そうなんです、セリアっていつもなんかあるんですよ。で、ね、それでですね、はい、鬼滅を見たのは初めてだなと思いまして。確かに。それで10個ママが買おうって言って買ったんです。それでですね、さっき見たんですけど、これなんとシールが5枚入ってるということで、すごい。それが100円で5枚のシールはすごいなと思ったんですけど、だからね、5個の10個買ってきたらコンプリートじゃんって思うじゃないですか。これ68種あります。すごい感じ。これでも被らなくても揃わないと。まさか68種もあると思わなかったね。思わなかったよね。うん、まあまあ、スペシャルシール18種類とノーマルシールは50種類。はいはい、よし、じゃあ行きます。あー、炭治郎が消えた。よし、じゃあ行きます。これ1枚ずついきます。いや、もう全部バッと出しちゃいます。おー、こんな感じで入ってました。まず品津川さんですね。はい、次に炭治郎ですね。で、次にしのぶさんですね。これバラバラですね。ね。で、次に炭治郎2ですね。2 で、スペシャルカードが炭治郎&ねずこということで、おこれ5種、あの 5枚入ってるんですけど、ノーマルが4種類で、スペシャル、うん、スペシャルが1種類入ってるらしくて、うん、これがスペシャルだね、うん、スペシャル18個あります。はい、でね、そうですね、ノーマル18個もあるの。そう、18種ってこれだった。へー、ほんとだ。スペシャルシールは18種類だって。ノーマルシールは50種類。へー、ピントが合わない。あ、で、ノーマルシールの50種類の中で、まあ、ストーリーシールが26種類、はい、キャラクターシールが24種類だって。はいはい、はい、いろいろ分かれてるね。ね、はい、じゃあじゃんじゃん行きましょう。もう行きます。ほっ、富岡さんですね、はい、また裏になりましたね。はい、裏、炭治郎、炭治郎ですね。で、さっき一瞬見えましたが、はい、あ、つながってる、かわいい。ゆしろとねずこです。くっついてます。なにこれ、つながってるんだけど、かわいい。ね。ちょっと待って、で、ラストスペシャル、スペシャルがむいくん。おー、むいくん、あ、よかったね、りみ、はい、いないけど。よかったね、りみ、りみ推しの、よかったよ、りみ。ママね、鬼滅全然知らないんですよ。お、炭治郎で、あ、またつながってる。くっついてんだね、結構。お、これストーリーじゃない。そうだね、炭治郎と鱗崎さんがあの修行でさ、岩を切る前。え、これは、あ、これもストーリーじゃない、うん、うわー、ここか、ここですよ、皆さん、このシーン。はいはい。次に、あ、玉代様、ゆしろ、よかったね、出たよ、玉代様。で、ラストスペシャルが伊之助。おー、キラッキラキラですね、今回も。今回も輝いておりますよ。輝いてますね。あー、炭治郎、炭治郎ファンにね、怒られちゃった。あ、まず炭治郎出ましたね。はい、お、また繋がっちゃってる。
みつりちゃんでした。みつりちゃん、はい、みつりちゃん置いとこ。え、次に、はい、もうで善逸です。善逸出た。ここね、まだね、ねずこに会ったことないのにね、うん、鬼だって分かっててもね、守るんだよ、すごくない？こんな善逸が、すごいと思う。お、出ました、鬼滅のラスボスです。無惨で、スペシャルシールがこのねずこと善逸。いいね、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 うん、次がですね、サビトデマした。サビト、サビト、サビト意外と好きなんだよね、私。で、あと炭治郎と、はい、おカナオが出ました、初めて。おお、かわいい。カナオ、カナオちゃんかわいいよね。カナエちゃんがさ、こう、コインをさあげてるシーン。善逸とスペシャルが品津川さんです。おー、すごい、柱のスペシャルシールなんてあんだね。ねえ、いろいろあるね。18種もあるんだもんね。18種あるから主人公を好きになるんだよね、私結構。まあでもやっぱり一番目立つからね。だよね、ミーハーってことだよ。しのぶさんが出ましたね、はい、で、お、ねずこ、ねずこかぶったんだけど。お、かぶりました。つきちゃんね、ごめんね、しろ、うん、あー、かぶりましたね。ねずこ好きな人にあげましょう、はい、で、続いてマコモが出ました。わーい、やった。お、ラスボスのなんか除隊みたいなストーリーですね。そうですね。お、え、ま、キラキラ、あ、よかった、かぶってない。炭治郎のねずこでかぶったと思いきや、うん、かぶってないです。うわー、嬉しい、すごい嬉しい。一瞬かぶったと思ったんだけど、ね、よかった、かぶってない。めっちゃ似てるけどね。16番と17番です、うん、はい。おー、なるほどね。まずねずこでしょ、はい、で続いてしのぶさんでしょ、はい、かぶったね。で次に、お、炭治郎でしょ。出ました、初めて出ましたね、うん、かがやさん、はいはいはいキラキラは、ね、キラキラが、じゃん、イグロさんです。イグロ、おばない、知らないでしょ知らないでしょ。おお、あ、待って、2枚しか待って、ちょっと待って、ちょっと待ってごめんなさい、2枚しか取れてませんでした、はい、まず、うん、お、たまよ様とゆしろうです、はい、セットきましたね。続いて、あ、ストーリーだね、炭治郎と善逸、うん、で、お、ルイですね、ルイと伊之助、うん、で、キラキラがね、あのスペシャルが善逸、善逸出てないよね、出てないと思う、はい、カナオが出てくれることを、ね、カナオ出ないね。お、ムイくんが出ましたね。あ、かぶりましたね。かぶりましたね。あ、出たよ、出たよ。来ました、来ました、来ました。はい、出ました、かなお。かなおちゃんです。もう私ね、炭治郎出たから、うん、かなおが出てくれればと思ってた。おー、これもストーリーですね。はい。3人で。で、スペシャルがこちらの炭治郎でございます。炭治郎。これ出てないかな。出てないですね。出てないよね。でもね、カノオと炭治郎が出てくれれば私はもういいや、はい、いいや、はい、じゃあもう最後でございます。ラストですね、ラスト、まずカノオと葵ちゃん、お、初だね、うん、うずいてんねん。これね、あの映画化が決まったら次に出てくるから、うん、次だから楽しみですね、次の映画。かぶっちゃった、あ、かぶっちゃった、ね、お、炭治郎ですね。おー、ストーリーで、で、スペシャルが、はい、姫島さんです。えぇ、ー、はい、ということで並べました、こちらです、てちゃん、スペシャル、シーン、
ストーリーと個人、今回はね鬼滅のシールをセリアで買ってきましたということでね、まあ良かったんじゃないでしょうか。はい、ということでそれではバイバーイ。